ようこそガラスの力へようこそ。今回は力のジェスを作りたいなと思います。で、ジェスいうのは、このアンクレット、足のアンクレットからちょっとだけ何センチかの紐をジェスっていうらしいんですけど、で今まではそれをつけてなくて、力の足に直接この紐を取り付けて、でその状態で出かけるときはハウスに入ってもらってっていう形にしてるんですけど、それやとハウスの中で紐がこうすんごいこう足に巻きついたりとかしてぐちゃぐちゃになっちゃうんですよ。で、せやから言うて、そのこれをつけてない状態でハウスに入れると、出す時にこれの脱着に手間取ると、そのままパタ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 、まあまあめったにそんなことないんですけど、まあでもいざという時に何かびっくりしたっていうことがあればまあ良くないんで、これに直接これを取り付けるっていうのが結構大変なんですよ。足をちょっと持ってやらないとダメなんで、足をまあ持たれるの嫌がるんで、このジェスがここに1個中継されてれば、こういう形で紐がもしついてればこうですね。じゃあここにこの紐を持ってこれをここに取り付けるっていう作業をしてやれば、まあスムーズに紐はつけることができるかな。でね、こっち今、このパッチン止める金具がついてる方は一応紐でくくって、で、ライターで炙って溶かしてあるんで、これはまあこのままも使ってもいいかなと思うんですよ。はい、これのこちら側、こっちは金具がついててアンクレットに止まる方で、こっちはこの紐がつく、長いロープがつく側なんですけど、そこにこういう金具ですね、よいしょ、わかるかな、こういう形、これがくるくる、どっちもくるくる回りよるんで、こうですね。だから紐がこうねじれていかない、どんどんここで回転しよるんで、ここでねじれが全部ついていかない。今までやったら紐がねじれた分ねじれてたんですけど、これをかましてやることでねじれなくなるんじゃないかっていうことで、これをこいつのこのジェスの反対側に止めて使ってみたいと思います。でこれをね、こっち側もできてるんで、これをまあ今日は止めるだけの作業になるんですけど、いやちょっとでもあれか、これ短いしいけるかな、いってもいいか、いやもうちょっと長い方がいいんかな、長さはでも必要ないんかな、別にこれくくってくくってしまえばいけるか、よし、じゃあこれくくってもいってしまおう。これくくった状態でまあ取れないんで、こういう形ですね。はい、でこれをハサミで切ります。よいしょ、軽く切ってあげて、よいしょ、で残ったとこを炙ります。これをライターで軽く炙って、で踏みつぶす、えいえい、ごめんなさい、ちょっと見えてないね。はい、こんな感じで見えるかな、見えるかな、これ手ない方がいいな、こうこんな感じで先を熱して潰してます。ならほどけないようになるんで、でこの状態でこれを、さっきのこのアンクレット、力の足のアンクレットにこれを装着して車にハウスに入れて
車に乗ってもらうと、まあ、この状態、息はずっとこの状態でハウスの中をうろうろしても、この長い紐をつけてないんで足に絡むことはないと。で、現場に着いたらこの人にこの紐、今まで直接つけてたやつをパチンとはめてあげたら、こういう状態、足とジェスとリードがつながると。でここがくるくる回るよるんで紐がねじれないって形で、ちょっとやってみようかなと思います。これでまあ車の中で足に絡みついてっていうことがなくなるかなと思うんで、いっぺんこれでちょっと次出かけるときはやってみたいなと思います。はい。でまあこれどう、そんなにまあ重くもなるわけじゃないし、そんなに影響ないと思うんですけど、どうやろこのサイズをちょっと間違えたかな、寄り戻しのサイズがもしかしたらちょっと大きすぎるかもわからないんで、私場合によったらこのサイズをもうちょっと小さくてもいけるのかなっていう気はするんで、そこはちょっと一回はめて歩いてもらって、どの程度負担あるのかないのかっていうのを見てみたいと思います。でもこれで多分使い勝手が悪ければまあちょっとまた考えますけど、一旦このジェスを間にかましてみようかなと思います。というわけで今回は、ジェスを作ってみました。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ではでは。